イデアとは、イデアという言葉は、見るという意味の動詞、イデーンに由来していて、もともとは、見られるもののこと、つまりものの、姿や、形を意味している。まず、ギリシア語の語彙体系について、若干説明しておくと、ギリシア語では、見るイデオ系統の用語としては、イデーンと、エードがあった。エードの過去型エイドンに由来する、 エイドスエイドスという言葉は、形とか、図形という意味でごく普通に用いられる言葉であった。イデアも、見え姿や、形を意味する、ごく普通の日常語で、プラトン自身は、イデアとエイドスを、専門用語として区別して使用していたわけではなく、同義の語として使用していた。プラトンは、イデアという言葉で、我々の肉眼に見える形ではなく、言ってみれば、心の目。 魂の目によって洞察される純粋な形、つまり物事の真の姿や物事の原型に言及する。プラトンの言うイデアは幾何学的な図形の完全な姿がモデルとも取れる。プラトンにおけるイデアの理解は一定しているわけではなく、書かれた時期によって変遷が見られるという。一般にプラトンのイデア論というと中期のそれを指していることが多い。徳とは何か という問いがある。これについて、不知なる対象の探求は、不可能だと説く立場もあるが、これに対してプラトンは、学習は早期であるとの早期説によって、このパラドックス説を知り添ける。早期説は、魂は不死だとする説と、臨廻転生の説と連関がある。プラトンは次のように説明する。我々の魂は、かつて天井の世界にいて、イデアだけを見て暮らしていたのだが、 その汚れのために地上の世界に追放され肉体という牢獄に押し込められてしまった。そしてこの地上へ降りる途中で忘却の川を渡ったため以前は見ていたイデアをほとんど忘れてしまった。だがこの世界でイデアの模造である古物を見るとその忘れてしまっていたイデアをおぼろげながらに思い出す。このように我々が目を外界ではなく魂の内面へと向け直し かつて見ていたイデアを想起するとき、我々は物事をその原型に即して真に認識することになる。つまり、真の認識とは早期に他ならないというのである。早期説が導入されることで、プラトンの哲学は劇的な展開を遂げ、強固な二元論の立場となった。そしてフィロソフィアとは死の練習なのであり、真のフィロソファーはできる限りその魂を体から 分離解放し、魂が純粋に、魂自体に置いてあるように努力するものだとした。この愛知者の魂の知の対象が、イデアである。イデアは、それぞれの存在が、何であるかということに比較して、まさにそれであるところのそのものを意味する。イデアという語は、英語アイディア、ドイツ語イデアであるが、金星においては、プラトンとは違った、金星哲学独自の解釈を与えられることになり、 アイディア、イデイと聞いて現代人が、まず思い浮かべる用法が現れた。岩波、哲学、思想辞典、哲学キーワード辞典 P49、内山勝利、プラトン、哲学の歴史第一巻哲学誕生、古代一、内山勝利編、中央公論新社、2008年、464から465ページ。プラトン、共演、パイドン僕一行役。 京都大学学術出版会、西洋古典総書、2007年、297ページ中、1。プラトン、パイドン、魂について、ノートミシンと目分け、公文社、公文社古典新訳文庫、2019年、201ページ中347。プラトン全集4パルメニデスピレボス田中道太郎役、岩波書店、1975年、復刊2005年、 27ページ中27。哲学キーワード辞典 P50。哲学キーワード辞典 P50。世界大百科事典、イデア。ありがとうございます。